あるトラックが私の乗ってる車にぶつかってきて、病院へ行ったら背中の11番目と12番目が折れていました。そして首の骨も5番、6番、7番と潰れてずれてしまいました。即刻入院でした。検査の結果、脊髄梗塞という病名をつけられました。脳梗塞と同じく折れたところが腫れて神経を圧迫し、その日から障害者となりました。仕事は介護現場でプロとして働いていました。たくさんの方を見ました。お世話もさせていただきました。お付き合いをさせていただいているときに、たくさんのことを教えていただきながら励まし続けていましたけれども、自分がこういうふうになったときに自分を励ますことができなかったです。私は退院をしていからたくさんの薬を飲みました。病院でももらいました。その挙句にできたのは12個の胃潰瘍と12指腸潰瘍でした。それはすべて口から入れる痛み止めとお尻から入れる座薬の副作用でした。それでも治りませんでした。同意書を書いて首から注射を打って、もし間違ったらそのままずっとお休み、そんなこともしました。何をやっても治らなかったんです。下半身は動きません。腰からこの前髪しかないですけど、この前髪の先までしびれと痛みが24時間続いていました。興味といえば、車椅子で高いところに登って、どうやったら恐怖心を感じないで下に落ちることができるかなと。そんな悲惨な気をしていました。そんな時に田中明さんセミナーありました。暇だから行きました。こんな格好ですから、痛くて眉間にシワを寄せると誰も寄りつきません。その夜です。札幌で今活躍しているなんなんが手のひらに6粒乗せてくれました。手に乗せられたから飲みました。30分したら目が明るくなったんです。騙されてると思いました。そしてことが終わって家に帰る道中、1年間1年ぶりに仰向けになって夜中起きることがなくて、次の日を迎えることができました。それから飲み続けました。とにかく飲み続けました。今年の8月の2日、主治医から診断書を書いていただきました。回復の見込みなし、もう治らないと。それでも飲み続けました。これにかけるしかなかったんです。痛くないのは事実なんです。痛みはない。そして動かなくて痛みもなくて、熱くも冷たくも真っ白だった左足が赤くほんのりと色づき出しました。そして今では
動かなかった左足の指が動きます。そしてこうやって座ってることもできませんでした。左に倒れちゃうんですが、まっすぐ立つことができ、座ることができて、立つことができ、そしてまだ人の手を少し借りますが、歩くことが可能になりました。おしっこができなかったんです。おしっこの感覚ありませんでした。皆さんは自分でおしっこがしたいという思いがあって、その時にトイレに行きます。でも私は今まで何時間前にトイレに行った、どれだけお水を飲んだ、膀胱が張っている、そしてトイレに行って尿を足していました。8月の25日尿意を感じてトイレに行くことができて、それから日々変わってきています。些細なことかもしれないんですが、私には3人の子供と自分の足で立ってキャッチボールをして、ボールを蹴って魔女と一緒に夕食の買い物に行って、棚の高いところにあるその食材を取るのが、当たり前ですけど今の夢です。ですから今ここにこの場に入れて、こうして立つことができます。本当にありがとうございます。